腕とサラダ見えないけど良くないものがいるとゾワゾワって感じる程度なんだけど大学の一時期その良くないものに付きまとわれて疲弊していたどこで拾ってきたのか家にいるとよくある現象に加えて 毎晩夢に出てくるようになっていた。その姿が本当におぞましい。老若男女、いろんな人のいろんなパーツがポテトサラダのように練り固まったような姿。ああ、これは夢だなってわかるタイプの夢だったんだけど、いろんな声で、 助けてくれ、だの。恨み、だの。許さない、だの。悲鳴怒声、罵声を口々にぶつけてくるもんで、気持ち悪い容姿も相まって、目覚めるたびにゲーゲー吐いていた。当然体調も精神も少しずつ病んでいって、大学にも行けなくなっていたけど、 こんなこと誰にも相談できないし、このまま一人で死ぬのかな、とか、死んだら俺もポテトサラダの中に混ざるのかな、とか、しまえにはあれの中に混ざるのなら一人じゃなくなるのか、と半分諦めていた。そんなとき、 就職して疎遠になっていた古い友人からの着信があった。要件を要約すると、なんとなく気になって電話した。今から泊まりに行くから家にいろ。とのこと。めんどくせえと思ったけど、どうせ用事もないし、昔から人の話を聞かない奴だったので、 家に泊めることになった。家に来た友人は特に大事な話があるでもなく、勝手に部屋の掃除をして、一人でゲームして、二人分の飯作って、風呂に湯を張って、自分の家のように普通に過ごしてた。そうしてそのまま酒を飲んで雑魚寝。 酒の効果と久々の来客の疲れですんなり寝入ることができたんだけど、夢の中にはやっぱりあれが出てきた。いつも通り好き勝手なことをわめかれてげんなりしていたら、いきなり俺とそれの間に割って入るように友人が登場。えあれと、 混乱している俺をよそに、ぐち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 うるせえんだよ。と、友人は一括。ポテトサラダは沈黙していた。そのまま友人は、おもむろにポテトサラダの顔の一つを、むんずとつかんで、ずるっと引きずり出して、どべじゃっと、地面に投げ出す。 その引きずり出された人の前にどっかりと座り込んで、座れで、お前は何が恨めしい何が許せない他人である俺たちに何をしてほしい対価に何をしてくれる俺たちに何の得があると尋問し始めた。 え、あ,あうーといった状態で、口をつぐんでしまった人を一周して、話にならねえ。次、お前。と、次の顔をつかんで、また、ずるっとブゃ。座れ。お前は、お前もか。次。 ずるっとべちゃ。座れ。次。ずべちゃ。座れ。次。老若男女、同じように怒鳴りつけて、全員バラバラに分解。一クラス分ぐらいいた。 好き勝手に恨み事を投げかけておきながら、誰も何に対して恨んでるのかを教えないとは、どういう了見だ。見知った顔ならともかく、見知らぬ他人に対して対価も提示せず、救いを請うとは、無礼だ。集まってるときは散々騒いでたくせに、引きあがされた途端、何も言えなくなるその根性も気に食わん。と、 友人は説教していた。最後に。そもそも一般人の俺たちがお前らの行くべきところに導くなんてできるわけがない。ほら、もうバラバラに動けんだろうから、それぞれ勝手に神社でもお寺さんでも、教会でもお地蔵さんのとこでも行って、そこの方に導いてもらえ。あとは知らん。 チレちチレと言い放ち、しっしっと散会させた。久しぶりにスッキリと目覚めると、友人が、お疲れさん、と朝飯を用意してくれていた。どうしても気になって、 あれは何だったのか聞いてみたけど、知らねえ。と返された。もつれて、転んで絡まって身動き取れなくなった感じじゃねえかな。って。ついでに、なんでいきなり泊まりに来たのか聞いてみたら、うーん、なんとなく。証拠とかないんだけど、 絶対これはビンゴだって思うことあるじゃん。だって。よくわかるような、わからないような、あまりすっきりしないまま終わったけど、大学卒業後も、そいつとはたまに連絡を取り合う程度の付き合いは続いている。 夜食の注文大した話じゃないけど実際に俺が不思議だと思ったこと大学生の頃地元の友達の家でバイトしてた仕出しもしてる割烹俺の仕事は お客さんが帰った後の後片付け、皿洗い、そして配達。配達っていうのが近所の寺や葬儀会場に弁当や料理を持っていくこと。お通夜の時の葬儀会場への夜食の注文もよくあった。でなぜかそれの注文の数がよく間違える。 一つ多いとか葬儀場の裏口で遺族の人に一つ多いよと言われることが結構あった注文を受けるのは女将である友達の母ちゃんか中居さんで俺のせいじゃない今日も一つ多かったですよ とか、おかみさんやおやじさんに報告すると、今までいた家族の分まで頼んじまうんだろう。精進落としだ、食っちまえ。とか言われて、大体いい夜食の注文は親子丼かうな丼だからありがたくいただいていた。で、何年か前に俺の父親が死んだ。 嫁さんと実家から離れたところで住んでいたから、地元に戻って葬式をした。通夜は、俺が配達していた葬儀場で、代替わりして、友達がついたバイトしてた割烹で、昼も夜食も頼んだんだけど、割烹の親父さんがわざわざ配達してくれた夜食が、一つ多かった。 夜のろうそく版で残ったのは、俺と嫁と母親の三人で、嫁が注文した時も、確かに三つ、うな丼を頼んだのを、俺も一緒に聞いていた。で、俺が親父さんに、一つ多いね、って言ったら、ああ、お前の親父さんも食いたがってたんだな。 なんて言って持って帰ったその言葉が何か心の隅に残ったでその年の夏に実家に帰った時にその店に嫁と母親を連れて食事に行った客は俺たち家族だけだったし俺が来たって知ると 親父さんも出てきてくれた。友達と親父さんに一杯つけながら昔の話とかをしていたんだ。そしたら親父さんが俺にこう言った。A ちゃんの親父さんの時もそうだったけど、ちなみに A ちゃんっていうのは俺のこと。 一つ注文が多いっていうのがよくあったこと覚えてるかって。俺は、ああ、ええ、覚えてますよ。よく俺もありがたくいただきましたから。って答えた。そうしたら親父さんが言うんだ。教えてあげるよ。 一つ配達で多いのは、この店の常連さんが亡くなった時なんだ。と。親父さんが言うには、なぜか男の人の時に起きる。女の人の時はそういうことがないらしい。さらに親父さんが、 覚えてるかい一個多い時は必ず戻ってきた時に A ちゃんに塩かけてたろう。それもきっとこの店の味が恋しくてついてきちまってるから、だからやってたんだ。まあ、俺としちゃ死んでも食いたいと思ってくれるなんてありがたいけどな。 そういえばそうだった気がする。程度で、俺は全然覚えてなかったんだけど、そうだったのかと妙に納得した。閉店少し過ぎまで飲んで帰ったんだけど、帰り際に親父さんと友達に、俺が死んだ時も夜食の数は増えるかもね。って言ったら、 お前のツヤの時はもったいないから一つ減らして持ってくよ。でもそれだと A は化けて出てきそうだから嫌だな。なんて笑われた。今でもうちの嫁さんにはあなたが死んだらきっと食べたがるだろうね。なんて笑われる。 キーワード3年前の話なんだがその頃いろいろストレスがあって自営業してたんだけど店を畳んで家で休養していたんだ暇だったんでネットをいろいろ見ていたらヤフーの質問だったかな 違和感がある文があったので、とりあえず読んでみた。暗号をちょっとかじったことあったから、その違和感に気づいて、それを解読したら、いくつかキーワードが上がってきた。タクシー、左後ろにへこみ、青いランプ、ようこそ。 文にはなってなくて、このキーワードが上がってきた。あと一つか二つあった気がするんだけど、思い出せない。それを紙にメモって、嫁と子供が出かけるって言っていたから、駐車場まで見送りに行ったら、うちのマンションの前にタクシーが止まっていたんだ。よく使うタクシー会社だから、 特に気にすることもなく、嫁と子供と車に向かっていた。歩いてると、タクシーの左後方部が見えて、へこみがあることに気がついた。夜で暗かったんだけど、間違いなくへこみがあった。ふと見ると、窓の部分が、青い、 LED か何かで照らされていた。ちょっと怖くなって、俺は出かける予定なかったけど、一緒に車に乗り込んで、事情を説明して、嫁と子供にちょっと待ってもらうように言った。いくら待ってもそのタクシーに人が乗り込む様子がなくて、20分か30分、 ずっと待機してた。気になって仕方なかったから、痺れを切らして、タクシーに向かって行ったら、ドアが開いて、運転手が、ようこそ。とか言うんだよ。もうどうしたらいいかわからなくて、周りキョロキョロしていたら、数人スーツ姿の男が、 こっちを見てた。普通の住宅街だから普段その時間に人を見かけることは少なかった。ちなみにその時は21時頃。何かやばいと思って俺が乗らなきゃ嫁と子供も危ないかもとか変な危機感が出てきて とりあえずタクシーに乗ってみたら無言で出発していたタクシーの中でラジオが流れていたんだけど桃太郎の話をしてたただどこかストーリーが違くて恐怖が増したのはよく覚えてるわけがわからないまま10分くらい走ったのかな そのラジオから、桃太郎が大泣きしてるって聞こえた。そしたら、子供の顔が頭に浮かんで涙が出てきた。運転手もそれまで無言だったのに、戻りますかって聞いてきたので大きく頷いた。 結局何事もなく家の前までたどり着いて、俺を降ろした後タクシーはどこかに走り去っていった。駐車場を見るとうちの車がなかったから慌てたんだけど、タクシーとすれ違ってるうちの車が見えた。どうやら俺を探しに行っていたらしい。 心配だから出かけるのを中止して一緒にいてくれることになった。家に戻って解読したメモを見せると嫁も顔を青くさせていた。ただの気候にしたくなかったから確認のため俺が乗ったタクシーの会社に問い合わせてみたら その時間にそちらには廃車していないし、付近にうちのタクシーはいません。それにへこみがあるようなタクシーはすぐに修理に出すので、勘違いではありませんか。って言われて青ざめた。結局、あのタクシーは何だったんだろう。 はい。ということで、どうも皆さん、こんばんは。ごま団子です、えー。今回は怪談話を3つ読ませていただきました、えー。どのお話も本当に興味深く読ませていただきました。読ませていただき、ありがとうございました。 はい、ということで、今回もここまでご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。えー、ありがたいことに、このチャンネルの登録者様の人数が、なんと14万人を突破したということで、えー、本当に皆さんいつもありがとうございます。なんかね、記念で何かやりたいなとか思うんですけど、でも何やろうかなっていう感じなんですよね。<laughs> 正直ね。うん、昔はね、それこそ、あのー、 100人登録者様が100人行った時にその自分の自己紹介動画を上げるとかあと1000人行った時はこれとか1万人行った時はこれみたいな感じでやってたんですけど最近全然そういえばそういうことやってないなと思ってえー、なんかここは一発初心に戻って何かやりたいなと思うんですけどもねうんまあちょっといろいろ考えますはい。ということで本当に皆様いつも本当にありがとうございます。 えー、そしてこの度ね、新規で来てくださった方々も、えー、今後ともぜひぜひ、えー、お付き合いしていただけるようなチャンネルにしていきたいと思っておりますので、えー、どちらの方々も今後ともぜひぜひよろしくお願いいたします。ということで、えー、この動画がもし少しでもよかったら評価、そしてチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。いつも本当にありがとうございます。 えー、そしてこの動画の概要欄には、えー、僕らが運営する階段投稿サイトホラホリックスクール図書館の URL とか、えー、あと僕の TikTokTwitter の URL とか貼ってありますのでよかったらぜひチェックしてみてください、はいえー、ではまた次の動画もしくは生配信でお会いいたしましょうごま団子でしたおやすみなさい